ティロリアンハウンドティロリアンハウンドは、オーストリアのチロル地方原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、ティロリアンブラッケ、ティローラーブラッケ、ティロリースハウンド。ここでは、これの小型種であるドワーフティロリアンハウンドについても、解説を行う。チロル地方のハンターが1860年代頃に、作出した犬種である。 古代ケルト系の犬で、もともとは能力を重視した繁殖が行われていたため、犬種として統一されていなかったが、1896年に、スタンダードが制定されて、犬種として固定された。作質に使われた犬の中には、1500年代に、マクシミリアン皇帝に狩猟能力を称賛された、名犬の家系の犬もいた。1908年に、フシーに、 公認登録された。主にのウサギやキツネ負傷した鹿を狩るのに使われていた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると、パックのメンバーで協力して仕留めた。現在でも多くの犬は実料犬として使われているが、貴重な古代ケルト系犬種の子孫の一種でもあるため、シードッグとしても飼育されている。とはいえ、ヨーロッパ圏外ではかなり珍しい犬種である。 ほんの少し足が短めであるのは、アルプス山脈を駆け回るのに適した体型に改良されたためである。古代ケルト経験種特有の形の頭部を持ち、体は筋肉質で引き締まっている。足腰はかなり丈夫で、岩場も難なく駆け回る。耳は垂れ耳、尾は飾り毛の少ない垂れを。コートタイプはさらりとした、短めで艶のある。 ショートコートのものが著名であるが、実はその他にも2タイプのコートが存在し、計3タイプのコートタイプがある。上記のショートコートタイプのもののほか少し長めで硬めのハードコートタイプ、さらに長く、シュナウザーのように眉毛などがふさふさした、ラフコートタイプが存在する。コートの呼び名に関しては愛好家によっては違う、呼び方をしていたり、 正式に決められた呼び名が浸透していないため、若干の混乱がある。なお、いずれのコートタイプのものも毛が二重構造になっているため、寒さに強い。ハードコートのものとラフコートのものは体を、ウバラや獲物の牙から守ることができる。毛色は、タンやマホガニーなど。体高は、オス44から50センチメートルでメス42から48センチメートル。 体重は、私有ともに 20kg 前後の中型犬で、性格は、友好的で遊ぶことが大好きである。主人家族に対しては、人懐こく従順だが、初対面の人や犬に対しては警戒心を持つ。社会順応性や、状況判断力の優れた知的な犬であるが、運動量と狩猟本能が高い一面もある。だが、しっかりと運動させることができれば、 家庭犬として飼育することもできる。かかりやすい病気は、耳の中が群れて起こりやすい外耳炎や、地肌が群れて起こりやすい、皮膚疾患などがある。トワーフティロリアンハウンドは、オーストリアのチロル地方原産のセントハウンド犬種の一つである。別名はミニチュアティロリアンハウンドなど。その名の通り、ティロリアンハウンドの小型版犬種である。ティロリアンハウンドには、 もともといくつかのバリエーションがあり、犬種として固定するにあたっての改良過程で、分離誕生した犬種である。主にパックでのウサギとキツネを狩るのに使われていた。獲物の匂いを追跡し、発見すると、パックのメンバーで協力して仕留めた。今日は、かなり希少な犬種となってしまったが、一応、不思議には、ティロリアンハウンドの小型種ということで公認されている。 多くは人猟犬として飼育されているが、一部はペットやショードッグとして飼育されている。外犬はあまりティロリアンハウンドと変わりはないが、それより小柄で、幾分かキャシャであるため、走るのが少し速い。体高30から39センチメートル、体重20キログラム以下の小型犬種である。ありがとうございます。